サンフランシスコはアメリカ海軍の防護巡洋艦。艦名はカリフォルニア州サンフランシスコにちなむ。サンフランシスコはカリフォルニア州サンフランシスコのユニオン鉄工所で寄港した。1889年10月26日にイーリス・ W ・ベンハムによって命名浸水し、1890年11月15日に 艦長をイリアム・ティー・サンプソン大佐の指揮下収益した。サンフランシスコは1902年1月2日に再収益し、ヨーロッパ戦隊に配属された。9月に帰国し、南方及びカリブ海での作戦活動に従事する。地中海への巡航後、アジアへの巡航を行い、1904年の秋にノーホーク海軍造船所に入居、同所で12月31日に退役した。 1908年6月にサンフランシスコは機雷不接艦への改修を命じられる。1910年には5インチ砲8門が装備された。1911年8月21日に再終益したが予備役状態で保管された。その後ニューヨークでの関越式に参加し、1911年11月29日に完全収益状態に置かれた。 1912年12月19日に、ライ不設艦に指定され、サンフランシスコは、ノーホークを拠点として、西大西洋及びカリブ海で1916年まで活動した。その後再び不活性化が命じられ、1916年6月9日に、ニューハンプシャー州ポーツマスで予備役状態に置かれる。しかしながら10月18日に、再び収益する。 1917年4月にアメリカ合衆国が第一次世界大戦へ参戦。するとサンフランシスコはハンプトンローズに防戦網を敷設する。6月にニューヨークへ移動し、深部に嫌いを敷設する実験に参加した。8月にはポーツマス海軍交渉でオーバー放ールを行い、9月半ばにコネチカット州ニューロンドンに移動、防戦網敷設任務に従事し、晩秋に、 ノーフォークでの訓練任務を命じられた。1917年12月から1918年3月まで後半イオーバーホールが行われ、4月に第一機雷戦隊の機関に命じられる。5月にロードアイランド州ニューポートで戦隊が形成され、12日にイギリスに向けて出港した。26日にイギリス海軍の部隊がインバネスに先導し、戦隊は2週以内に、 ドイツ潜水艦の航行を妨げるための北海機雷原付説設に参加した。サンフランシスコは11月11日の停戦成立まで機雷布説設任務に従事した。その後総海艇が到着し、サンフランシスコは帰国の準備に入る。12月2日にインバネスを出港し、1919年1月3日にハンプトンローズに到着した。 オーバーホールもサンフランシスコは1921年まで西大西洋及びカリブ海で巡航を続ける。1920年7月17日に CM-2 に監視が指定される。1921年に不活性化が命じられ、10月6日にフィラデルフィアに到着、同地で12月24日に退役した。10年間保管されたサンフランシスコは、 建造中の従順洋館にその名を与えるため、他方と改名され、続いて1931年1月1日に、ヨセミテと改名された。ヨセミテは、フィラデルフィアでさらに8年間保管され、1937年6月8日に、除籍されたがその後も保管され、1939年4月20日に、メリーランド州ボルチモアのユニオンシップビルディング社に、 スクラップとして売却された。ありがとうございます。